あなたが娘にメッセージを送った？いえ、僕たちはアシスタントです。まずお話を聞くようにと。母親も来てるじゃん。はあ、この子ったら急に配信主に会いに行くとか言い出して心配でついてきちゃったんだけど。先生は悩み相談を中心に番組配信をしています。彼女の文面からただごとではない空気を感じ、ここに呼んだようですね。はあ。それで美咲さんに変化があったのは3日前なんですね。ええ。何か原因っぽいことは？それが特には。でもなんていうか、今は何にも興味を持てない感じっていうのか。前のこの子とは絶対に何かが違う気がして。趣味とか友達関係は？最近は仕事ばっかりでね。昔は文通に夢中だったけれど。文通？あ、そっか、今の若い子はしないものね。文通って手紙交換するやつだよな。そもそもどうやって相手を見つけるんですか？それがね、昔のことだから個人情報とか緩かったのよ。住所も名前も雑誌に載せちゃって文通相手募集ってやっていた時代があってね。信じがたいですね。何人かとやり取りしてたんだけど、最終的に続いたのが一人でね。もう1週間に1回くらいは手紙が来ていましたよ。それって頻繁なの？そういう時代だ。すげえ。すみません、続きをお願いします。ある日ね、いきなり電話がかかってきたの。何事かと思ったら、この子大阪にいたのよ。え？部活の行事で泊まるとは聞いていて、こっちは信用してるじゃない。そしたらこっそり文通相手に会いに行ってたの。大冒険じゃん。でも帰り道でお金が足りなくなって、特急は別料金って知らなかったのよ。もう車で迎えに行ってお金も払って大変でしたよ。お話ありがとうございます。ちょっと美咲さんと二人で話したいので2階で待ってもらっていいですか？え？オッケー、行こう。もうダイブするのか？だって今しかないっしょ。めっちゃいい話だったし。見切り発車じゃ。大丈夫大丈夫、信用しろって。念のため確認するが、文通相手との思い出の品を探すんだな。あ、はあ、分かった。ビートマッチ。じゃあ、取ってこい。いや、犬かよ。うわー、なんか声くらいかけろー。うわーっ、俺がお前を導く。お前は。え？何？いいから文通の思い出を探せ。わかった。記念品っぽいけどこれじゃねえな。
もうすっとぼけ三人組じゃん。懐かしい。おい。な、おまり。発見。これだな。どうぞ。あれ、え、おい、どうした。なんかおかしいんだよ。反応がないのか。みたい。どうしよう。